己の人生をいかに有意義に過ごすかということを忘れ、他人の人生にばかり気を取られる。他人の目を気にして生きる人生が素敵なものになるかどうかは、少し考えれば誰にでもわかること。メディアもそう。僕はよくいろんなことを書かれるが、ゴシップ誌など相手にするに値しない。彼らもそれで飯を食ってるわけだ。どうでもいいことを、さも大したことのように煽って書くのが仕事。実際にその内容が事実かどうかより、過剰な表現を使ってでも売れるかどうかに現代はシフトしている。真実かどうかなど、もはや二の次。憶測で書くことも書きようで許される時代。そんなレベルのものを相手にすること自体が時間の無駄。ところが、世の中では不思議なことがよく起きる。芸能人が不倫しました。そして、それが重大犯罪事件かのごとく大事件となる。なんでだ。さも鬼の首を取ったかのようにメディアが騒ぎ出す。しかも、それらのニュースは別な大きな犯罪のニュースと並び報道される。まるで同等の犯罪であるかのように。その騒ぎを覗き見たところで、お前の人生には何のプラスにもならない。世の中の大半は、くだらないことにこそ時間をかけ、それがさも大したことのように騒ぐもの。不倫に対して言及するならば、肯定も否定もない。それは、当事者間の問題だ。それでもメディアは騒ぎ立てる。